馬券購入済みと聞いて購入しました。第3レース5番に30ダイヤとなんかめちゃくちゃ、このダイヤね、ダイヤ私持ってないって言ったらね、ダイヤちょっと分けれますよって言って分けてもらったやつだから後で返す。オールインした。コンソメ結構かけてる、優しいよね。それで30個入ってていいのって聞いたらいいよって言われた。馬券で当てて返す。そうだね。どの馬券買ったの？ナンバーワンっていうのと、馬馬馬だよっていうのと、常闇海王にさ、なんかトワちゃん強そうだなと思って、とりあえずトワちゃんの名前がついてるやつにしておけばいいかなって。あそこ大変そうだね、やっぱり。まとめー、頑張れー、頑張れー。あれ、まとめ早いのでは？早ってかって圧勝な気がする。なんかがなんか上手なイメージがあって、なんとなくそうしたって感じ。でもなんか馬の性能もあるとかって見たんだけど、まあ、性能はまあまあって、結局水で落ちたらその性能もねあんまり機能しなかったりするから。お、みこちが早いのでは？どうしたの、アンヌちゃん。今日初めてやったね。ハロー、ハロー、コヨちゃん。アンヌちゃんね、仲良しになって嬉しい。ポテトあげる。今日私ポテトのお姉さんだから、ポテトのみんなお肉くれる、ありがとう。レースはワニャちゃんと仲良くしてる。ニコチが勝ったようだね。ね、チャット欄が来よーってみんな書いてるね。もしもし、監禁でいつするの？今監禁してもいいですよ。あのね、第一試合が当たった、うん、勝ったよね。おめでとうございます。やったー、チケットください。どれだ、第一レースだもんね。はい、これ、はい、よ、すごいびっくりした。わため早かった。ねえ、早かったね。10倍ですよ、10倍。すごいやったー、ダイヤだー。50枚のダイヤをゲットできました。ソラ先輩はやったー、ダイヤだ。おめでとうございます。ありがとう。後ろだよ。あった、ダイヤだー。やったねー。忙しいね。大丈夫、一人でなんとかなってます。なんとかなってる。ギリギリなんとかなってます。なんか私も見てるだけだから手伝えることあったら手伝うよ。大丈夫大丈夫だよ。ありがとう、ソラ先輩、優しいね。いや、だってもう最終レースもあるから、第3レースが終わったら。あ、そうだった。また買いに来てね、馬券。え、それは第3レースが終わったらここに来るの？あ、そうだよ。オッケー、行くわ。楽しんでね。楽しむ、ありがとね、うん、こちらこそ。あとでね。
トア様だ。トア様、ナンバーワンに乗って頑張ってね。違うよ、スタートするんだよ多分。ほら、いやでもすごいね、なんかさ、それぞれの馬の性能がわからないんだけど、あのさ、スケルトンホースが速いってことなの？それともスケルトンホースは、スケルトンホースが速いの？じゃあスケルトンホースの人にいっぱいかけておけば安牌だったってこと？スケルトンホースの人にかけてない気がするけど。トア様すごーい。ダイヤと交換したい方、はーい、はーい、どうぞ。こんにちは、時のソラです。あ、ソラ先輩、あの、どのチケットと交換しますか？トア様に30かけてたんです。ナンバーワンに。はいはい、はい、素晴らしい素晴らしい。これめちゃくちゃいいチケットじゃん。60やった。60ダイヤですね。はい、ソラ先輩めっちゃ当ててるな。そうだね、ワタメも当てた。ワタメも当てたからさっき100ダイヤ渡したし。やったダイヤだ。敵中だ。トアちゃんはね、今回のね、この馬の運営にも関わってるしね、いろいろね、馬の乗り方とかもね、実は説明してもらったりとかして、裏で大丈夫ですかって、やり方わかりますかとか、そういうこともね、すごくね、実は裏でサポートしてくれてたんでね、その感謝も込めて。それで絶対ね、あのね、トワちゃんには絶対いっぱいベッドするって決めてた。だからトワちゃんだけ30ベッドしたんだよね。ダイヤ私持ってないから見に行くだけでいいって言った時もね、お貸ししますよって言ってくれたのはトワちゃんなの。だからお礼の気持ちも込めて、だからこれ、こっちをお礼の気持ちも込めて50個返そうかなって思ってる。増やして返す。そう、ありがとうの気持ちで増やして返す。トア様、ジジイ、トア様、トア様、これみこっちだ。はい、すごかった。よし、